2023 J リーグ YBC ワールドカップ決勝は2対1アビスパ福岡勝利を収め、見事 A 判を勝ち得ました。Thank you.
表彰式を行います。まずはじめに審判団へ記念メダルの授与を行います。審判団の皆さんは公益財団法人日本サッカー協会副会長林義則より記念のメダルが贈られます。
を発表いたします。 MVP はアビスパ福岡前井宏行選手です。前井選手には山口ビスケット株式会社代表の栃原役社長飯島茂明様より MVP 賞クリスタルオーナメント、賞金100万円、山崎ビスケット社製品1年分が授与されます。確かに
宿の中身ではあるんですけれども、遠路はるばる福岡からやってきてくれたサポーターの皆さん、そして今後の意気込み決めてください。前田選手、今日は素晴らしい応援をありがとうございました。このユニフォームに星を一つつけれて0から1に変わったんで、ここからもともと増やせるように頑張りたいと思います。優勝に輝きましたアビスパ福岡の選手の皆さん、そして MVP に輝いた前博之選手に、どうぞ皆様もう一度盛大な拍手をお願い申し上げます。以上に進して2023全員 YBC ロンドンカップ表彰式を終了いたします。
の格好いい。Thank you.